新潟大学前駅は新潟県新潟市西区境砂山4丁目にある東日本旅客鉄道越後線の駅である。1984年越後線の電化完成とともに開業した。駅名は近くにある新潟大学いが市キャンパスに由来する。地元では新大前駅、新大前、新大駅などといった略称が使われている。開業当初は 無人駅であったが、ホーム上には、国鉄新潟鉄道管理局が直営する売店、ハロー新台前が設けられ、乗車券は、券売機の管理も含めて、売店で委託販売する形が取られていた。JR 移管後、乗客数の増加に伴って、売店を閉鎖し昼間に限り、友人となってからは、1997年には、緑の窓口が開設され、 2009年には新潟市の交通バリアフリー事業の一環で市の女性によりエレベーターを増設。2010年2月には緑の窓口に代わって指定席券売機を設置するなど、その後も設備の増設、改善が図られている。新興住宅地の新設駅が徐々に設備内容を充実させていった顕著な例と言える。 なお2010年2月に設置された指定席券売機は、越後線の中間駅としては初めて設置されたもので、ある。券売機と改札口プラットホーム駅前と、駅北側を結ぶ地下通路。新潟寄りの階段を降りた先に、入り口がある築地堤上に、短式ホーム一面一線を有する地上駅。東西に走る線路に対して、南側にホームが設けられている。 駅業務を JR 新潟ビジネスが受託する業務委託駅で新潟駅が当駅を管理している。駅舎2階、ホーム中央部の改札口には自動改札機が3通路設置されており、全通路でスイカが利用できる。以前は友人改札口を兼ねる緑の窓口を設置していたが、指定席券売機の設置に伴い2010年2月9日を もって出発業務を終了し、現在は改札業務のみを行っている。改札口周辺にはこの他に自動券売機と指定席券売機が一台ずつ、改札内に待合室とトイレが設けられている。砂丘の南斜面に位置するため、ホームと駅前広場との間に高低差がある。また地平部が狭いで、スペースの確保が難しいため、 駅の機能のほとんどがホーム上に集中して設けられている。出入り口には東側、西側の2本の階段が設けられている。バリアフリー対策として、東側出入り口にはエレベーターが設置されている。直線通り抜け方式で車椅子の利用者は折り返すことなく駅前とホームを往来できる。新潟市道、ソワインター、品野町線1号や新潟大学。 イガラキャンパス、新潟清志新女子高校など、駅北側へ向かう場合は、一旦東側階段を降りて、駅構内から出た後、東側にある地下通路を利用することになる。おおむね徒歩約5分前後で西尾通りに出る。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は3034人で、ある。近年の推移は以下の通りである。 駅周辺は住宅地となっており、また大学の隣接地域であることから学生向けのアパートが数多くの木を連ねる。ただし、駅自体には駐輪場以外にこれといった施設はない。また、新潟県道16号新潟亀田内野線から駅周辺の宅地に通じる市道が駅へのロータリーを兼ねている形となっている。駅構内にはキオスクやニューデイズは設置されていない。 ただし駅から徒歩5分圏内には、スーパーマーケットや、コンビニエンスストア、各種飲食店が立地している。県道16号と西大通りの沿線には、飲食店やスーパーマーケット、パチンコ店、書店などの各種店舗が並ぶ。またこれら店舗は、新大前店という店舗名を使用しているところが多いが、下記にもある通り、新大前という店名であっても、必ずしも、 新潟大学の五十嵐キャンパスの近くに立地しているわけではないので注意が必要である。駅南側駅北側駅南側、北側に新潟交通のバス停留所が設けられている。駅北側の新台入口バス停からは新潟大学用のバスも発着する。路線図や時刻表は運行便別時刻表を参照。ありがとうございます。